ホーレ・フェルスのビーナス・ビーナス像が発見されたホーレ、フェルスの洞窟内部ホーレ・フェルスのビーナスは2008年にドイツのシェルクリンゲン近郊で発見された後期旧石器時代のビーナス肖像。この時代はじめの初期オーリニャック文化で作られたと考えられ、年代的にはおよそ3万5千年から4万年ほど前にあたる。描かれているのはおそらくヨーロッパに かつて分布した新人である、クロマニオン人の姿である。疑いようもなく、旧石器時代では、最古の美術品であり、あるいはより一般的な戦士時代の造形美術としても最も古い。中敏原大学では2011年の段階でもこの、肖像の調査が続いているが、いずれこの地域から出土した他の発掘品も含めて、 シュバーベンに新たに建設予定の博物館に収められる予定である。シュベイビッシェアルプ一帯にはマンモス像の牙等で作られた後期旧石器時代の人工遺物が発見された洞窟が複数存在し、現在まで25程度の事例が報告されている。ホーレンシュタインのシュターデル洞窟で見つかった獅子頭の像や3万5000年前のものとされるホーレ。 フェルス洞窟の象下でできたフルートなどがそれにあたる。中ビンゲン大学のニコラス・コナードの調査隊がビーナス像が見つかった地点から70センチメートルのところでハゲワシの骨でできたフルートを発見しているほか、同じ地層から他にも火打ち石の破片や加工や彫刻された骨などの人工遺物も発見されている。材料は象下だけでなくターパンや ホラー・ナグマ、マンモス像・像アイベックスの骨が使われている。造形美術や楽器の制作をはじめとした3万年から4万年、前の人の現代的行動の例が、集中的に見つかっている地域は、世界でも珍しく、シュベイビッシェ・アルプで、オーリニャック文化を営んでいた人間たちは、美術や音楽だけでなく早いうちから、宗教も持っていた可能性があるとコナードは、 推測している。ホーレフェルスのビーナスの発見は、戦士時代の彫刻の年代を更新したが、知られる限りではおそらく最古の造形美術でもあり、オーリニャック文化で培われた他の美術品よりも数千年は時代を遡る。2008年9月、ドイツ南西のバーデンビュールテンベルク州ウルムから西に1 5トルほど行った。 ところにあるシェルクリンゲンのホーレフェルスと呼ばれる洞窟の入り口から20メートルほど進んだ地下3メートルのところでビーナス像は発見された。調査団のリーダーであるシュービンゲン大学の考古学者ニコラス・コナードは自分たちの発見をネイチャー史に報告しているが放射性炭素年代測定による3万2000年前という結果を踏まえ 過去の例と照らし合わせると3万年以上の年代では炭素年代測定は不正確になることからこのビーナス像は3万5千年以前のものである可能性が高いと結論付けたウーリーマンモスの牙に掘られたホーレフェルスのビーナス像は破砕して断片化しているが2008年に見つかったのはそのうちの録画で左腕と肩は失われたままである頭の位置には おそらく、少なくとも数十時間はかけて彫られた輪の形をした突起があり、ここに紐を通して、ペンダントとして用いたと思われる。折り曲げた腕や指など細部まで彫ろうとする意識も見られるほか、腹部に何本も入った平行な線は衣服を表現していると見られる。また胸や腰などが非常に大きく描かれ、 女性性が異様なまでに誇張されていることから多産を象徴するものであった可能性がある。ありがとうございます。